このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、サビ猫の子猫はやんちゃ盛り、膝乗りで甘えられるようになりましたということでですね、このサビ猫がルナちゃんって言いますよ。まだまだね、生後4ヶ月ぐらいかなっていう子猫ちゃんなんですけれどもね、本当に子猫らしい体型してますよね。あら、チャトラのピコロさんが来たよ。この子もね、すごくね、甘えたさんなんですよね。尻尾ピーになっておりますけれども、あら、膝に乗るかな。ルナちゃん別にね、嫌がったりとかしてないですよね。多分猫ちゃんのことは好きなのかなと思うんですけれども、ピコロさん乗りましたね。ルナちゃんどうすんの、そばにいてくれる。前回の動画ではね、思いっきり遊んでくれてたんですけれどもね。あ、パステルサビ猫のサビーちゃんですよ。ピコロさん降りたね。っていうとね、ルナちゃんが膝乗ってくれたね。膝に乗れるようになったんや。すごいね。もう前回は落ち着きがなくね、走り回ってたんですけれども。大きなあくびやんか。まあ、ひょっとしたらこの時間帯は眠たかったのかなっていう気もするんですけれども、キジトラの大将くんは、あ、どっか行っちゃうか。お腹もふもふもふ。あ、腕握られんのは嫌なんかな。顎の下は好きやんな。めちゃくちゃ可愛いですし、めちゃくちゃ軽かったですよ。ん、サビちゃんまた来てくれる。サビちゃんお尻トントン大好きなんですけれどもね、膝乗りたかったかな、ひょっとしたら。あ、膝に乗れないということでどっか行っちゃいました。あら、ルナちゃんは移動しちゃいましたね。おやつあげておりました。さあ、今から遊んでいきましょう。おやつが終わったんでね、おもちゃも見せてたんですけれども、結構走り回るでしょう。そうそう、前回はね、ずっとこんな感じの動画やったんですけれどもね、ね、やっぱね、子猫ちゃんらしいですよ。すぐに反応してくれた。それではですね、トンネルの中で振ってみましょう。走ってきた。ものすごいな、この子。さすが子猫ちゃん、怖いもん知らずやで。で、すぐにね、猫パンチしてくれて。後ろから振ってみましょう。あ、出てきちゃったね。あ、隠れちゃう。もう一回トンネルから。けえへんか。見えた方がいいんかな。あ、飛んできてくれた。すごいでしょ。やっぱね、まだまだやんちゃ盛りやなと思うんですけれどもね。撫でていきましょうというと、あ、ラテ君が来たね。で、サトリちゃんも来たね。やっぱおもちゃ気になるのかな。まあ、猫ちゃんのこと好きやからね、緊張とかはしてないかなと思うんですけれども。あ、出ていっちゃうか。もうちょっと遊ぶか。やっぱ反応してくれたね。今回のお店は大阪難波にある保護猫カフェ、猫の絵庭さんです。みんなと一緒に遊んだりもできるんですけれどもね。あ、またね、カーテンの後ろに隠れるんですよね。もう前回もね、隠れまくってね、飛び出してきたっていうことがあったんですけれども、さあ、別のおもちゃにしてみようかな。どうでしょうか。飛びついてくれたけど、あれ、もういい、遊ばない。で、羽のおもちゃに変えてみましたけれども、もう月の輪くんがいとおるね。一緒に遊ぶ。この二人すごい仲良くてですね、前回の動画ではにゃんこプロレスをしてたんですけれども、あ、月の輪くんどっか行っちゃった。さあ、ルナちゃんは、あら、隙間入っちゃうか。さすが、こんな狭いところも入っちゃうんだね。前に回り込んだけれども、ここからは無理か。あ、出てきてくれたね。さすが、おもちゃがあるとすぐ出てきてくれる。別のおもちゃにしてみました。ラテ君が遊ぶ。この子ほんとイケメンさんでしょ。で、ルナちゃんはおもちゃで遊ぶ。おお、ラテ君が来たね。あれ、まったりしたくなった。かなり疲れてきたんかな。撫でた方がいい、これは。お尻カキカキカキ、コロンってなりました。甘えたくなったんかな。
めちゃくちゃ可愛くないですか。まだまだ子猫ちゃんなんですけれどもね。いやー、癒しの子ではないでしょうかね。あ、でも遊ぶか、やっぱり。さすがや。あ、でも反応鈍なったな、だいぶ。リラックスしたいのでね、カミカミとかする方がいいかな。いや、ほんと可愛いわ。でも指に噛みついたりとかしなかったでしょ。すごくね、穏やかな子ですわ。お、膝に乗りましたね。いやー、たまらん。可愛すぎるぜ、あんたは。まあ、これだけ可愛いのでね、すぐに里親さんも見つかるかなとも思うんですけれどもね。あ、すぐ遊んでくれた。膝の上で遊ぶとね、降りちゃうこともあるんですけれども、ルナちゃんはね、あんまり降りずにずっとね、膝の上で遊んでくれましたよ。あ、ラテも来た。ラテ順番待ちしてくれてたんや。あんたええ子やな。まあ言うてもラテってね、スタッフ猫なんですけれどもね。もふもふもふ。嬉しそうな顔するやん。ラテ立ち上がって、めちゃくちゃ可愛いわ、あんたほんまに。あ、ちょいちょいちょい、二人で遊ぶ。ちゃんとルナちゃんも順番待ちできそうやね。多頭飼育にね、本当に向いてる子やなと思うんですけれどもね。なんか様子を伺ってるね。猫パンチ、捕まえた。あ、くわえたね。あ、でもすぐ話してくれてよかった。で、ラテ君ってね、お尻トントン苦手で、へっぴり腰でどっか行っちゃうんですよ。お、大将君が来たよ。ドアップいかがでしょうか。かわいいでしょ。ルナちゃんのドアップ、かわいいよ。ラテもドアップしようか。ほんとイケメン、君は。だいぶ落ち着いたな。あ、降りちゃう？あ、いてくれてるか。棒を見せてみました。股の下から出したんですけれどもね。あ、掴もうとしてるね。結構棒でも遊んでくれるやんかね。捕まえて、カミカミする？カミカミしてるわ。これめちゃくちゃ可愛いよね。あ、ポンちゃんが来てくれたね。多分ね、お尻トントンしてほしいんですよね。可愛いでしょ。ラテくんね、イケメンなんですけれども、スリッパを噛む癖があるんですよね。このね、スリッパがボロボロなのはね、ラテが噛むからなんですけれども、もうほんとそこはね、たまに傷やなと思いますわ。ポンちゃんトントンしなかったらどっか行っちゃいました。代わりにね、シュウくんがやってきたね。シュウくんもかなりイケメンさんなんですけれども、お尻トントンをするとぴったりくっついてくれるんですよね。今日はルナちゃんに癒されました。皆様いかがだったでしょうか。ルナちゃんは甘えたさんで本当に可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫のエニマさんでした。